まだ力出せねえけんど、やるしかねえか。キャベのおかげですっかりパワーが戻ったよ。孫悟空、私と戦え。ヒットに続いてキャベが落ちちまったっていうのに、私は何もできなかった。あいつらの分まで勝ち残るために今よりもっと強くならなきゃなんねんだ。構わねえぞ。いいのか。ああもちろんだ。エンド3になりたきゃオラを倒してみろよ。なに？さあかかってこい。なめやがって。悟空のやつあのままで戦う気か。いけカリフラー。孫悟空を倒すのは今しかねえ。叩き落としてやれ。バキャやめろシャンパー。悟空がやられたら誰がジレンを倒すんだ。だったらどうして。別にジレンを倒す必要なんてないんだよ。優勝は制限時間内に残ってる人数の多い宇宙だからね。そうだった、もう半分切っていたか。ジレンのいる第11宇宙は残り3人。今は7人も残している第7宇宙の人数を1人でも多く減らすのが先で。これはシャンパ様とは思えぬ冷静な状況判断ですね。俺だって俺ちゃんと考えてて。一回カリフラー、孫悟空を叩き落とせ。悟空が押されてるぞ。何なぜ、なぜ当たんねえ。おいおい、どうなってんだ。やられてんじゃないかよ。スーパーサイヤ人の方が力は上だろ。残念だったなシャンパー。所詮悟空とカリフラじゃ格が違うんだよ、格が。うるせえ。じゃあこれはどうかな。なんだよこれ。三蔵剣くれ見切れねえようじゃスーパーサイヤ人3にはなれねえぞ。なに、また変な技を。どうだ、悟空の攻撃を見切りやがった。信じられん。カリフラのやつ悟空の動きに対応していっておる。凄まじい順応性じゃ。スーパーサイヤ人とはいえ相手は悟空だぞ。そろそろ変身した方がいいんじゃないか。本気出す前にやられても知らねえぜ。そうだな、そうすっか。後で後悔すんなよ。今のはさすがに驚いたぞ。まさかおめえがそんな必殺技を持ってんなんてよ。隠し玉を持ってんのはお前だけじゃねえぜ。そんじゃおらも気合入れていくぞ。
はスーパーサイヤ人2を極めんのが先だって言ったけんど、オラの想像以上だ。やるじゃねえかカリフラ。戦ってると体の中から力がこみ上げてくるのさ。まだまだオラのパワーはこんなもんじゃねえぞ。釣りどころかその先まで行けるかもしんねえな。ケール、おめえはどうすんだ？え、私。来い、ゲール。一緒に釣りなんぞ。イエス！二人がかりなら勝てる。ケール、カリフラ、お前らで孫悟空を叩き落としてやれ。行くぜ、ケール。はい。今のはちょっと聞いたぜ。悟空さんが押されています。やっぱりスーパーサイヤ人2人を相手にするなんて無理だったんですよ。でもそれが悟空のやり方です。行け、あと一息だ。三悟空を叩き落とせ。何？いいぞ、三悟空を倒せ。負けていませんよ。バカだ、こっちはスーパーサイヤ人2人だぞ。おめえたちのおかげだ。一緒に戦ってっと自分でも信じられねえくらいの力が溢れてくる。すげえパワーだ。ついつい勢いでスリーになっちまったけど、この力に耐えられるだけの体力はまだ戻ってねえみてえだ。スーパーサイヤ人2の先、スーパーサイヤ人3、あんたを倒して絶対なってやるぜ。あたしたち一緒にな。姉さん。